俺は知りたくもない未来が見えてしまう。君だって知りたくもない人の心が見えてしまう。お願いです、研究は私たちの力をなくすためにしてください。七瀬ちゃんがいる時にしか力が使えない。それは七瀬ちゃんのために力を使えってことでしょ。俺嬉しいよ。もしもし。しばらく東京を離れる。え？俺たちの能力の秘密がわかるかもしれない。むちゃくちゃだね。でしょ？でね、そのお客さんの注文全部聞いてたらすんごい髪型になっちゃったの。へえ。こんな感じ。なにこれ。ありえない。でしょ？ねえ七瀬、聞いてんの？え、もしかして寝てた？心配。七瀬ずっと元気ない。ごめんルリ。寂しいんでしょ、康介さんから連絡なくて。どういうこと？康介さんと何かあったの？何かって何？子供はそういうの聞かなくていいの。自分で言い出したんだろ。この生意気アキラ。怖くて怖くて。もっと康介さん、どこにいるんだろう。忘れさせるんだ。教えて、何を忘れさせようとしたの。しばらく姿を隠す。危険なんだ。お前は俺の同類なんかじゃない。俺以上の悪だ。悪意の塊なんだよ。どうしてこんな力があるの。私は悪い存在なの。だからお父さんは私を捨てたの。どうしてそばにいてくれなかったの。お父さん、俺たちも嘘なの。何もわからない。答えてよ。私は時間を戻った。そうとしか思えない。でも一体どうして。
私に危険が迫ったから。確かめなくちゃ。先生、角鳥先生、スナドリ先生、気分でも悪いんですか？大丈夫。あ、そうだ、ミネラルウォーター3本買ってきて。あ、はい。やっぱり間違いない。時を遡ったんだわ。広瀬明君だよね。覚えてないかな、前に一度会ってるんだけど。ほら、君がおばさんと乗っていた電車が崖崩れにあっただろう。あの時の刑事さん。驚いたよ。いつから飛田七瀬さんと一緒に暮らしてるんだ。妙だ、赤の他人と聞いたが。時々遊びに行ってるだけです。ひょっとして岩渕康介とも友達になったのかな。何かあるのか、飛田岩渕重なりすぎ事件。ダメですか？ダメってことはないよ。君が誰と友達になるのが君の自由だ。お姉さんもお兄さんもとっても優しいですよ。ああ、そうだろうね。二人とも悪いことなんかしてません。おじさん疑ってるなんて言ったかな。疑ってるから調べてるんでしょ。お姉ちゃんのこと何にも知らないくせに。読める人だって辛いんだ。今、なんて言ったんだ。なんでもないです。どうしよう、僕飲めるなんて言っちゃったもん。バカだな、キラは。大丈夫よ、きっと。持ち能力なんてあの刑事さんは信じない。そうだよね。なんだお前。でもすっごく疑ってた、お姉ちゃんと康介さん。絶対なんかあるって。七瀬ちゃん安心して、何かあったら必ず俺が守るから。飛田誠一郎、研究に悩み自殺か。頼まれてた資料集めてきました。おお、ご苦労さん。高村さん、なんでまた飛田七瀬の過去を調べる必要があるんです？気になるからだ。それ以上でもいかでもない。先に失礼します。真由美瑠璃さんですね。はい。中に何にも入ってません。ほらね、いいですか、わかりますね。ところがですね、ヒュッと。ごめんすいません。こんな可愛い子いたっけ。ちょ待って俺らってさ、仕事何時までカラオケ行こうぜ。ここはそういう店じゃないって。ごめんね、店の名前ね。
お前飲みすぎだぞ。お先に失礼します。あれ、七瀬ちゃん、もしかして待っててくれたの？さっきはありがとう。うん、全然。でもこれからはなるべく使わないでほしいの。能力を？どうして？危ないから。だって能力がちゃんとコントロールできるとは限らないでしょ。心配してくれるのは嬉しいけど、でも気をつけて使うから大丈夫だよ。聞いてヘンリー、あの時私は西尾さんなんか死んでしまえばいいって思った。本気で思ったのよ。コロして。七瀬ちゃん、もし私にヘンリーの能力があったら、西尾さんはきっと怪我だけじゃ済まなかった。そう考えると怖いの。でも七瀬ちゃんに何かあったら、ダメだって言われても使っちゃうかもしれない。私のためを思ってくれるならなおさら使わないで。ヘンリーには普通でいてほしい。私は普通のヘンリーが好きなの。さて明日から大変だ。マジックの練習気合入れてやらなきゃ。帰ろ、七瀬ちゃん。七瀬、喜ぶ。頑張ってみよう。ルリのお店にも行ったの？うん、七瀬についていろいろ聞かれた。七瀬とはいつから友達だとか、アキラ君と七瀬はどういう関係だとか。なんて答えたの？あの子は私が産みましたけど何か？ふざけるなって怒鳴られちゃったよ。警察って冗談通じないんだよね。あともっと変なことも聞かれた。何？七瀬のお父さんのお葬式には出たかって。わけわかんないよね。そんな昔の話聞いてどうすんだって感じ。知らなかった、自殺なんて。ごめんね、嫌な思いさせて。ううん、私は全然気にしないよ。絶対にしない。私ならこんなに可愛い娘がいるのに。ごめんなさいね、仕事で疲れてるのに。いえ。七瀬さん、私の手を見て。え？いいから見て。何も書いてないわね。はい。はい。1時15分。私の手には異常なし。よく覚えておいて。何なんですか？実はね、私にも能力があるみたいなのよ、七瀬さん。これ見て。この火傷ができた理由がね、あなたなら分かってくれるわよね、私が嘘をついてないって。それとも研究にのめり込みすぎておかしくなったと思ってる？いえ。そうよね、簡単には信じられない。だからあなたに立ち会ってほしいの。